時速285キロで人々を運ぶ。時刻通りに安全に。その当たり前を支える人々がいる。乗客の目には決して見えないところで日々新幹線と向き合う。その中には女性の姿も。出産を経て現場復帰した今井清子。およそ5年ぶりにハンドル握らせていただいてノッチを入れた瞬間のことは今でも覚えています。もともと営業運転を担当していた今井、今は基地の中で新幹線を操縦する。線路を横切る作業員に気を配り、ゆっくりとしたスピードで向かったのは新幹線の洗車機。開業以来およそ半世紀、死亡事故ゼロを誇る日本の新幹線、知られざる車両基地の裏側と女性運転士の思いを覗き見。JR 東海新幹線鳥海車両基地。東西2キロにわたって広がる敷地面積は甲子園球場およそ8個分にもなる。普段はめったに撮影が許されない車両基地にカメラが入った。行われている検査は走行距離が6万キロ以内の車両が対象の交番検査。主に床下の精密機器や台車周りなどに異変がないかを調べている。よし。金属製のボルトを金槌で叩く打音検査。音の響き具合でボルトに緩みがないか状態を確認していく。ボルトがしっかり締まっていますと、音を聞いて、高い音がしますね。逆に、ボルトが緩んでいたりしますと、低い音、鈍い音がしますので、そういった音を聞き分ける、そういったところを一番気を使って作業を行っております。時速285キロで走行する新幹線の床下には安全走行に欠かせない重要な設備が密集しているため、ボルトの緩みは重大事故につながってしまう。一つの台車だけで作業員がチェックする箇所はおよそ100箇所。床下の至る所に記されたチェックマークは検査を済ませた証だ。打音検査の精密さを検証してみた。4つのボルトのうち1つがわずかに緩んでいる。ボルトの音の違いとはどのようなものなのか。これが緩んでいますね。音の違い。わかりますか？手に伝わる振動もちょっと鈍い音がしますね。だいたいスパナーとかで回すと、半回転程度ぐらいは緩んでいるかなと思って。本当にもう微妙な違いなのでちょっと難しいですね。このボルトがわずかに緩んでいるという。スパナで回すと30度程度緩みが確認できた。わずかな差が安全を脅かすこともある。一度、礼。おはようございます。おはようございます。午前8時45分、店舗で集まる作業員たち。その中に2人の女性の姿が。2人が担当しているのは基地内で新幹線を運転する構内操縦と呼ばれる仕事。構内操縦とは営業運転を終え基地に戻ってきた新幹線のメンテナンスを行うために
指定された場所へと車両を動かす任務だ。その校内操縦の仕事ぶりとは。何やらタブレット端末を操作しながら車両を点検している。実はこのタブレット端末、校内操縦に関わる運転士の全員に手渡され、運転前の確認を一つでも見逃すとエラーが表示される。安全確認のミスによる事故を未然に防ぐためのチェックシートなのだ。運転席にある計器や装置を点検し、全てを確認できたら出発となる。すると、新幹線の前を横断する人の姿が。作業員の方がたくさんいらっしゃったり、まあ、線路を横断するかもしれない危険もいろいろありますので気をつけてますね。校内操縦は乗客を乗せて走る営業運転とは違い、常に人が横断する可能性のある場所で運転を行うため、より慎重な安全確認が求められるのだ。前方よし、汽笛水明乗ってよ。流し軌道よし。降らない制限10キロ。新幹線が動き出した。車両が向かった先には洗車機が。制限速度は10キロ以下。洗車機の中を一定の速度を保ち、ゆっくりと運転する技術が求められる。洗車機を抜けると、さらに指定された停留場所まで制限速度10キロを厳守し、新幹線を進めていく。運転士が汽笛を鳴らすとき見ているのは、汽笛水鳴を促す標識。この場所では作業員が線路を横断する場所があり、その都度安全確認をしながら、危険があればすぐに停止できる速度で新幹線を進めていく。編成によって加速度やブレーキの効き具合が違いますので、すぐに速度が上がってしまう車両もありますし、ブレーキをかけても効きが緩やかな車両もありますし、効きが強いのもあるので、なかなか毎日難しいなと思いながら運転しております。実は2人、もともと営業運転の新幹線を運転していた。しかし出産と育児を機に、泊まり勤務がある運転手という仕事から離れることになり、復職後は子育てをしながら新大阪駅の駅員として働いていた。そんな時、育児をしているですね、方々が仕事の方もですね、やりがいを持って、行っていくということを、まあ、考えた時にですね、会社としてもですね、まあ、働き方の選択肢、職域の拡大ということを狙いとして、今回の取り組みを実施しております。会社から発表されたのは、過去のスキルを生かすことのできる校内操縦募集という知らせだった。なんとかして行きたいなという、これを逃すとちょっと後悔すると思いました。もう一度ハンドルを握る機会をいただけるのであれば、ぜひやらせていただきたいなという気持ちでした。今井の思いを後押ししたのは、現役の新幹線の運転士でもある夫の隼人だ。今以上に家族協力して頑張ってやっていこう、やりたいんやったらやったらっていう話をしていて、もともとやっぱり運転士に対しての思いがあったので、まあ、家の雰囲気もやっぱり少し明るくなって。校内操縦の担当者の中で新幹線を運転した経験を持つのは伊谷と今井だけ。そのため
同じ職場の仲間から一目置かれる存在だという。やっぱお二人はお客様乗せられて運転されていたこともあって、まあ、非常にブレーキで加速が滑らかで、まあ、非常に運転が上手だなっていうのを思いました。新幹線が安全で快適にお客様の元に提供できるようにたくさんの方の協力で新幹線動いていると思うので、それをまあ自分が運転させてもらえるということはもうありがたくて、もう私たちが一生懸命ここで事故しないように仕事をすることが一番かなと思っています。開業以来58年間死亡事故ゼロを続けている新幹線。当たり前のように思われている安全運行の裏にはボルト一本にこだわる人々の思いが込められている。